さあということで緊急で話があると、えー、住所を特定して大仏を送るとなんか脅されてるみたいですね。もしもしはいはいはい今脅されて大仏を送られそうになってるんですかはいそうです <laughs> まずなんか家にの論争中3人がいてが家に論争中がいた家っていうアプリイイああアプリね絡まれてしまってディスコのサーバーに呼んでもらったんですけど映画監視をする予定で仲良くしてたんですけど途中からあの家にの論争中が入ってきて <laughs> 予告されてうん予告<て>されてる大、うん、仏も送られそうになっていますえー、被害内容はえー 予告、えー、大仏送信ってことかそれなんでさそんなことになったのそもそも私の名前が相手の名前とつながるみたいなことを言われてだから名前を変えろってどういうことなんか私と相手の名前がなんか一つの文章じゃあそれは教えて、ね、相手の名前教えてじゃあまずまあ相手はエクソでですで私が相手が何エクソー私が朝からって ちょっともう一回言ってで相手の名前何朝からエクソになるからお前帰ろっておいおい聞け聞け,聞けエクソー<え>って言いますエク,エクソエクソエクソ相手の名前がはいであなたの名前がはい朝からです朝からエクソエクソヒューっていう歌があってそれになるから帰ろって言われたんですよはで <laughs> なくない?。いいよ、俺もこれ、嫁もいいか、意味がわか, <laughs> からん。で、これ、相手の人が話したいって言ってんの、俺と。話したいらしいです。その人たちが三人組で粘着してくるんですよ。その中の一人のディスコードなら持ってます。まだ、コメント、そういう、え、俺を、何、彼氏役にしたいの、俺の。いや、い,いや、そういうわけじゃないです。そういうわけじゃないよ、ね。お、なんだろう。はん、まあ、まだ、あ、とりあえず、そのディスコードに行けば、その人、その話、俺と話したいって言ってる人と話せるわけね。えっ、ー、と、この圧倒的って人ですか?。<laughs> 何震えてるやん声がなんそんなに恐ろしいやつなの相手はいやもう中学生ですは相手中学生なのもうチンカス中高かよおいいい加減にしろよほんとにおめえらまあじゃあ相手から連絡が来たらじゃまた言ってよ分かりましたうん ももしし、うううるるるさささい、い、いいいいはははなんか話があるってことで来たけど何の話があるの話があるっていうかえってかちょっと待って君があれあのこのなんだっけ朝からさんとかをなんか住所を特定して大仏送るとかなんかしょうもないこと言ってるのが君ああ無理でしょそんなことできないでしょじゃあも住所特定はできるんじゃないですかじゃあやってみてじゃあやってみて今今やってみてよああ今できないです別にできないし IP 抜いたとか LINE の ID とかで住所特定するとか、なんか 吹いてんでしょ IP っていうかまあ IP はありますよっていう IP から抜くわけじゃないですか,か IP から住所特定できないけどどうやってすんのあ例えばディスコードってやっぱ認証トークンとかあるじゃないですか、うん、プロバイダーとかえどうやってすんのだから君個人がどうやってすんのそれ個人っていうかまあ団体っすねだから何の団体何の団体が勝手に人の IP から住所をたどるのって お前あんま適当なこと言わない方がいいよ無理だから普通に。というか団体っていうか団体の中じゃどこの団体か言えよお前そのさ。えっちゃおとこいつはいいやこいつ今ミュートにしたからで今団体とか言ってた楽器どれだっけあです俺です。ああ X ああ君がねああのなんか共和公演みたいなやつね。でその団体っていうのはなんて団体なの いや、それはさすがにあれっすね。あ、言えないんだ。じゃあ言えないけど、<え>その団体に頼めば IP さえ分かれば、ば<え>住所を特定することができるんだあ。あ、IP さえっていうか、まあ、なんですかね。うん うん、予期力みたいな、I P が I P 持ってるぞみたいな感じですね。まあ、だから I P 持ってても住所特定できませんよねって話をしてんの、俺は。そりゃそうなんじゃないですか？それはそうっすよ。もうじゃあお前今うそホラー吹いてんじゃん。女の子たちに。I P 自体で住所特定できるら俺言ってないですよ、別に。女の子たちそうやって言われたんじゃないの？住所を特定して大仏を送るぞって言われたってた。あ、それは言います。で、うん、<IP> じゃあお前一緒じゃん、住所特定するって言ってんじゃん。I P から住所を特定するなんて言う、ね、I P は持ってるぞみたいな。うんだから違う、女の子に I P 持ってるぞでそこから住所を特定して大仏を送るぞって言ったんじゃないの。 そりゃそうですようんじゃあお前嘘ついてんし今 IP で住所特定できないけど IP 持ってるぞっていう抑止力のために言ったって言ってたけど嘘じゃんじゃあだから住所特定の手法としては IP じゃないが IP は持ってますよすだから住所特定できませんよねって話をしてるんですよあなたが <laughs> 別に言わなくてもいいんですかまあまあまあじゃあ言わなくていいですよできないんだからどうせ <Okay. S 1> ねえ<ー>子供もだましみたいなさお前の住所特定できるからなっていうのやめなよ、はい、普通に脅迫だからさできもしないこと言うなよ いいですか、ちょっと、うん。まあ、いや、で、女の子、なんか、その脅迫して、何なのところで。しょうもないことで、なんか、そういうトラブルになったでっ、聞いてるけど。これ、聞いとくてで、まず、あの、こえともって、アプリあるじゃないですか。で、多分、この子自身の知名度って、多分、こえともにあるんか、わかんないんですけど。まあ、朝からって、ユーザーがいて、俺、家でやってるんですよ、家で、エクソ、エクソ。で、うん、なんか、名前がつながるから、これ、朝からって、人、なんか、みたいな、よく言われるんですよ。知らない人から。あ、なんか、関わりがあるんじゃないかみたいな。あ、そうそうそう、って、はい、俺、ないんですけど、それが、結構、しつこくて、知らない人からの。 それをそうそうそれ言,わ言わなかったんですけど名前変えてけんねってなこと言ったら、うん、結構挑発されたんですよ分け,でわけてかまあディスコードも喧嘩売られたと、まあうん。 そうそう。まあ嫌じゃないですか。まあね。そうそうで、めっちゃ挑発されて、俺がまあ、なですか、そのお金とか請求したら。な、な、請求したらって何を請求したのお金です。お金何のお金を請求したのお金払ったら許すって。いくらいくら持ってるのって。XOXO さんは、こんなことで、えっと、中学生からお金をもらおうとしてたのまあ、恐喝じゃん。 いいですかでなんかお金払って、うん、というかこれいいですかねあのお金払えた、まあ、夜中、まあ、なん,なんかサーバーで通話してたみたいなんですよこの3人が勝ちっていう人といやどうでもいいよなんかお金を請求する理由に正当性なくないですかって話してんのえっ何てえっこれ理解できないの言葉がもしかしてえっとこの「勝ち」ってやつが朝からと圧倒的に「まあ、お俺に金払ったらこの XOXO から逃がしてやるよ」みたいない意味わかりますこれ。 わかります、はい、はいはいは、まあ、いそいは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 いだから第三者のはい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 はのはい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 いは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 いいいはいいいいはいはいはいいは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 はいははい それでででまあこういう友のわけでもブロックししたらしいんですよ後日この勝ちってやつとお、まあ、俺とかそのなん,なんていうんですかこの周りを。あのこの女子でブロックして「え金払う」って言,言ってなかったみたいな「勝ち」ってやつが「でこいつ金払,払うから逃げてるわ」みたいな感じで「あじゃあまあこういうともワクくか」っつってでまあさっきの流れみたいな感じですね。お金請求っていうか請求なんですけど一応。うううんうん、うん なるほどねはい、うん、であのカジって人とお金くれたら逃がしてくれるよって話をした時に <laughs> <う>ちょうどこれこれさんと連絡がついたんですよその間にあの「払わないんだったら、うん、俺はエクサの味方につくよ」って言われてで時間稼ぎで払う払うって言ってたんですしかもなんかあの払ったら逃がしてくれるってだけで逃がしてくれた後に払わなかったわけじゃないんでなるほどん,んー じゃあつまりお金を払うつもりはなかったけどもこれこれさんと連絡が取れるかもしれないからとりあえず払うって言っといたってことういうことでそういうことでなるほど。うん。ていうかねあの x ー君、はいえっと、お金はいくらなんのちなみにこれ。あだからき決めてないですね決めてないけどお金をこんなことで要求しようとしてたんだ要求っ,ってかまあそうですね払うっていう前提のもとだったんで別にそうっすね。 そんな感じですね。ねまあ、X そうであればそのこの価値ってのが悪質かなこの話で言うなら、これで金稼いでんのが、<笑><笑><笑>大仏のけにかしょう。なに<何>、あ、まあまああの本当<も>本当なんですよ。本当、うん、だから遅れないでしょ。ああ<ー>じゃああそういうそういうことじゃないですあの言ったことっすね。ああ言ったってはいはい言ったことっつうんでネタなんですけどはいはい、はい。まあ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 ネタなんなんとなくわかるけど、朝からさん的にはどうしあの、てか朝からさんと圧倒的さんだっけ。<laughs> てどうててお金を払えと脅してくるのやめてほしいですお金を払えと脅してくるのやめてほしいそうです XO さんわかりましたわかりました はい、了解ですあとあのはいえー、自分の配信で住所を特定するだめの何だんてできもしないこと言うなだってすいません,んあの音聞てなかったっすいん何すかえっと朝からさんの伝言で、えー、自分の枠で住所を特定するとかできもしねえこと言ってんじゃねえや童貞野郎だそうですあそうなんですそうなんすえー、でど,どうしますこれも はい朝からさん圧倒的さんもう XO さんはそういったことをしないそうですはい、うん、はいこれもうしたらお金いや違うんだねま,まあ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 、はい、しないそうなもうじゃ解決ですね <laughs> はいありがとうございます <laughs> <laughs> 女の子さ最初にさあの名前変えてくんねみたいな連絡をした時にいきなり煽ったのいや煽ってないですはいだからその6年前からこの名前だよっていう嘘ついただけですあ,あそれを煽ったとか何とか言ってるだけあっちょっと違いますえっと俺がまず そんな帰ろ帰ろしか言えないのみたいなって感じ言われたんですよ。 そんなことで名前変えろって言うなよ、人に。いっぱいいるやろ、朝からなんで。まあ、いるかとか知らんけど。いや、もう分かんない。そんな人の名前変えろとか、何の権限を持って言ってんだよ、おめえは。だから、権限がないから言ってるんですよ。だから、変えてく。しかも、朝からニャって名前にしたら、朝からニャクソンになるからまた変えろって言われました。それは何ですか権限の話に関してはそうなんですかなんか、変えてくんねえ。そんな権限ないだろ、っつってんの、お前に。 人の名前を変えさせるような権限っていうかまあ選択肢を与えてるじゃないですか別に変えお前の名前気に食わねえから変えてくれってさめっちゃ自己中なあの要望だと思わないの <laughs> いって例えば名前がダサいかやいやいやだから気に食わないだけでしょだって別になの罪があるのこの朝からって名前で何の罪があるのこの人にだからこの人と関係者あるんですかみたいな何人にも聞かれるって書いとけよじゃプロフィールに朝からさんと関係ありませんで書いとけよそんなそんな聞かれたくないんやったらそもそも相手に解説にしておめえが帰るんだよそもそもこういう時ってだから自己中だっつってんのあだから違うんですってえその例えばさっき言ったじゃないですかさっき6 9年前からこんな名前なんですって。ちなみにこれあれなんですよ。俺が。 こ、うん、この何年前前からこの前だよっっていうにに言った際にそれを、うん、だから別に何年前とか関係ないの,の関係ないの分かる言ってる意味だからもう明日から朝からさんっていう名前になった人がいたとしても別にお前は文句言える権限ないのだから権限がないこと自体は分かってるんですけど変えてくんないっていう風な選択肢を与える権利は別にあるじゃないですかうんい、ね、ういう意味がいやだからまあそれが自己中だって言ってるの俺は自己中お前が変えりゃいいじゃんって話だからお前がな,なんで相手に変えさせるっていう選択肢しかねえんだって話 し,てんのでしかもこれで最終的にお金要求してるわけでしょ意味はやばいでしょ君あ,まあ煽られたことに対して何の謝罪もないし、まあ、実際それでお金請求した後もごめんなさいも言えずに。 なん,かなんかダーリンが助けてくれるんだみたいな。<laughs> 界隈トップのダーリンが助けてくれるからお前ら待っとけよみたいな。ああ、それはったりで言ったやつね、さっき。だか朝からさんとかね、圧倒的さんもね、なんか余計なこと言うなよ。自分で解決できねえんだからさ、問題を。解決できがから俺に相談してくけるわけでしょ。自分でできねえんだったら、一兆万円でなんか煽るようなこと言うなって、マジで。 これですね。何を調子に乗ってんだ、ネットでさ、何もできないくせに。だからこうなってんだろうよ。じゃあね、お互い反省したということで、じゃあ、お互い謝ろう、今日は。ああ、すみません。ごめんなさい。うんこでした。うんこでした。何、なんつった、最後。あすいであ,あ、すみません。はい、じゃあ、もう、これでね。はい、もう、やめろよ。えー、で、なんだっけ、えっ、ー、と、誰の話を聞いてほしいって、他に。あ,あ、そうっす。なんか、俺は、あ、かんないです。これもしもし。まあ、まあ、ちょっといいんですかね。あ,あ、これね、はい、はい、この、なんか、しょのやつね、はい。はい そもそもね、コレコレさんがまだ分かってない情報があるんですよ。うん、えー何、何そもそも、圧倒で切った朝からや,からってやつはね、うん、喧嘩突枠に入っていたんですよね。喧嘩突枠に入ってきたはい。そこで、こういうふうな住所を特定とかいう話になったんですよ。うん、いや、そこでじゃないです。ディスコードの様です。ディスコードそこででした。 そこででしたつまり朝からさんと圧倒的さんは喧嘩腰越しで最初から来てたってことこでで喧嘩腰越しじゃなくて喧嘩か凸枠に入って僕に対して私たちの住所を特定してみろというふうに僕に言ってきたんです。<え>言いましたよね えこういうもの枠で言ってきましたようにあなたたちいや言ってない言ってきたくえだって枠であのえ俺ニュートラルなんだけどささっきの枠でニュートラル俺ニュートラルなんだけどってどういうこ初対面だけど喧嘩と通学でこういうもの喧嘩と通学で君たちは僕に住所特定できるのしてみろよみたいなこと言ってきたようにえフリーザいるフリーザエクソ君たちも聞いてると思うけどフリーザいるよなんか が戦闘力5ぐらいのフリーザーがいるよ。できないでしょみたいなどうせできないんだからできないしてみろよみたいな言われましたね。しかもディスコントえっと以外も家の喧嘩突つわけそれは。それ先に言わないと。 先にこの人たちは説明しだからえ黙ってください僕今これこれさんと話してるんでこれこれさんが知ってない情報があるので圧倒的と朝からってやつが問題を作っていて <laughs>、えー、こいつは僕にも言ってきたんですがこういったもの喧嘩ンカ哲学でえ住所を特定してみろって住所そうあの特定してみろって言ってきて、はいえー、僕はそれに対して君たち何やったか分かんないしやってほしいんだったらお金くれたらやるよっていうふうに言ったんですよね。 分かわらず被害者面をしているんですけどこれについてはどう思いますかねこれに関してはですねもしその事実が本当だとしたら朝倉さんと圧倒でい,いさんマジで自業自得ですこれとももうあの枠で言っててもね俺ニュートラルってアカンって入ってたんでしょうかニュートラルニュートラルって,てニュートラルどんだけニュートラルという言葉が飛び交ってんだここは 何言ってるのか？かねえよこい,、まあ、いつらも。十時半から私の彼氏が来るからそれにこれるこれやばい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 。やばいやそれで俺感謝っ,って言われてたな。会話あのネットの王様が来るぞ <laughs> 来てね来てねとかいうふうにお前騒いでたよね。おおお前それ聞いてねえぞそんな風に俺をさおお,おもう勝つ持ち上げてたのか俺は。そこの嘘つくんですか君たち？それやばくないですか？僕はちゃんと言われたからねそれを。 言いましたよねえちなみにニュートラルってやつに「君は住所を特定してみろ」っていうふうに「してくださいよ」っていうふうに言ったよね。で俺はあの君に対して「いいけどそれは労力がかかるからお金払ってくれたらしますよ」ってことを言ってるんですよ。てかまあ正直それはどうでもいいや <laughs> 君たちが住所を特定してみてみくださいよ。できるんでしょ。<laughs> で私の彼氏が来るからあの「10時半に来てくださいよ」みたいなことを言ったか言ってないか <laughs> そこだけじゃあ共通認識取らせてもらっていいかな。<laughs> 答えてもらっていいかなとできとか、朝からってやつこれ言われたんだけどなんだったっけじゃなくてそこ嘘つかずに言ってます言ったよね言ったか言ってないかだけ答えてもらっていいかなこれが論争中。言ってないし <laughs> してくださいとそれは好戦的じゃなくてもしてくださいできるんでしょってことは言ったよね。言ってないです。<laughs> えそこの嘘はつくの。い言ってないです本当に。それはやばくない。俺聞いたもんだって十時半から。<laughs> <laughs> ちょっと、あの、圧倒的さんと、朝霞さん、それ、言ったかどうか、答えてくんな。そういう、ニュアンスのようなこと。いや、一応、それは、ってもないし。ニュアンスのことも、言ってないし。言ってない。え、でもさ、なんか、あの、彼氏役のくだりは、言ってたくない?。まず、俺、じゃ、ちょっと、一回、一分ぐらい、脈絡話していいですか?。まず、僕は、この。 ないんでによ本当にそこで嘘つくんだったら本当にお前いや途中から来てな俺なんか呼ばれたから来てどうしたのって言ったらこいつらが言ってくれたならいやもう分からんなこれは正直もうどっちがうそかとかも正直くだらんすよて待ってちょっと聞きたいんだけど圧倒的さんと朝らさんは喧嘩カ突の配信にわざわざ自分から上がったのこういうアプリがあってその こういったものを喧嘩突つ枠に入ってて僕はその話を特定の話を聞いたんです、うん、えそれ、アトロディさん朝霞さんそれは本当なん自分から自らそういう界隈にははは入ってったのあのあの一つ喧嘩とつに言いました

あ喋ってない私は上がった。どっちなの？上がって,って,って,がってんじゃん。もうそれじゃ話変わってるじゃん。お前視聴者としてって話だったと思うけど、な上がってんの結局。私は上がりました。上がるのよそんなとこに上がるからこうなるんだろって話してんの。まあでもひとまず事実ベースで話すならやっぱ金を要求してる時点でやっぱそっちの方が悪くなっちゃうからね。 じゃあ圧倒的ダサガサもいいかなこれで覚えとけよお前嘘つきまあでも嘘ついてるんだったら多分また粘着されますよそれ嘘ついてるそんなによくわかんない今日は初めて見たやつ 住所特定するぞって言っこいつなんて言ったのこの朝柄とか圧倒的はいや最,最初なんかめちゃなんかヘラヘラしないからやめてくださいよみたいなでなんか枠とかではなんかしてみればみたいな、うん、だよねこのしてみればっていう風なことを言ってるのであれもされても仕方ないじゃんや言,っ言ってないですねそう言ってないんですじゃあ言うわお前あの喧嘩突爆にいちいちわざわざ,わざ自分がね怖いの辞書を特定とかされてこいつらが喧嘩ああよくしてる人間って分かってんのに入ること自体がおかしいよな違うくねだってお前本当に怖いんだそんなとこ離れるよね自分から自らそんなさ 危険な幕に入ってたじゃんっ入ってない、視聴者として入ってたんじゃないのはないていか、それ、スクショないのそのなんか、喧嘩界隈に入ってましたみたいな、スクショがあるとか何とかとか言ってたやん。結論出たじゃん。じゃそういうふうな危険な区域には関わらないようにしようね入ら。自分から入らないようにしようね。言われても立てないようにしようね。うん、まあそうだね。うん、それだね。 うん、<う>それで終わりだと思う俺もそこはそう思うわ、うん、お前らはマジでもケンとつみたいなもう参加するなって話、はい、別にこいつらがやったことがあの正しいとかそういうことじゃないのやってることは悪いから金を要求してる時点ではい分、うん、かりましたでもそういうことになりかねんようなの自分で自らしてるわけだからそれをやめろっていう話をしてるんだよ、えーまあ、あとのなんかその嘘ついた道うとかもうお前たちで勝手にやってくれあ以上もうねくだらん本当に ただ風